ルーク・マクファーレンはカナダの俳優、ミュージシャン。オンタリオ州ロンドン出身。マクファーレンはカナダのオンタリオ州ロンドンで双子として生まれる。家族は父トーマス、母ペニー、姉レベッカ、そして双子の姉ルース。ロンドンセントラルセカンダリースクールに姉と共に通う。ニューヨークのジュリアード音楽院で演劇を学び、2003年に卒業するまでに、 ロミオとジュリエット、リチャード3世、ザ・スクール・オブ・ナイト、ブルー・ウィンドウ、怒りの武道、お気に召すままで主演した。2004年5月には、ビニヤード・シアターにて、アメリカ初上演の、ウェアドゥ Do We ライブに、主演。2006年夏には、オフ・ブロードウェイで、ザ・ビジー・ワールド・イズ・ハッシュとに出演。テレビ出演では2005年に、FX で放送された。 テレビドラマ、オーバーゼアでのフランク・ディム・ダムフィーに当兵として、広く知られるようになる。また、シンシア・ニクソンの相手役として、サンダンスチャンネルのダナー・オン・タナーにも出演した。2006年から、アメリカの ABC で5シーズン放送された、ブラザーズシスターズで、スコッティ・ワンデルとして、ケビン・ウォーカーの夫として出演した。2007年には、カナダ、中国制作の、 アイアンロードに鉄道王の息子役で出演、中国ロケを行った。2009年2月に英国で DVD が発売された。米国では未放映だが、カナダでは2009年6月にプレミア上映、8月9日と16日に CBC でテレビミニシリーズとして放送された。ロサンゼルスのヘイワースシアターで一晩限りで、 興行されたセレブリティによる朗読会の一環として、アグリーベティのマイケル・ユーリーが監督した、ハワード・アッシュマンの未上演ミュージカル、ドリームスタッフに、イーデニエ・スピノーザ、ビッキー・ルイス、フレッド・ウィラード、リビット・ブルーラと共に出演した。2009年2月から3月まで、ブランクシアターにて、ザ・ジャズ・ウェイジに出演、F ・スコット・フィッツ・ジェラルドを演じており、好評を得た。 2011年11月から12月まで上演されたサム・ベンドリックス・アット・ザ・ボンソ・ワールでは歌やチェロ演奏を披露している。マクファーレンはレスター・ビー・ピアソン校で友人と共に作ったバンドフェロー・ネームレスのリードシンガー検索試作曲もしていた。スタジオ録音とライブ演奏を収録したアルバムを作成、またレコード会社、 マーベリックレコーズとの契約の予定もあったが、音楽性の違いからデビューには至らなかった。チェロ及びトランペットもたしなむ。2008年4月15日、ゲイであることを公式に発表。ありがとうございます。